最近電気の引き込み申請をね。やってみたんですね。で、結構複雑で大変だったんで、まあ、その様子をブログにしたんですよ。まあ、そしたら結構いいね。もらえて反響があったんで、まあ、これは動画にしたらもうちょっとね。あの盛り上がるんじゃないかなと思って。今動画を撮ってるんですけどもまあ、ちょっとそのブログを読みながらの、そのどういう風うに引き込み申請したかっていうのを解説していきます。まあ、そもそもなんだけども、あの第2種電気工事の資格を持ってても。 電気の引きき込み申請はででないんですよ電気工事店の登録をしてないとあの引き込み申請することができないんですね。まあ、ただ例外で電気,工事電気工事店の登録をしてなくても電気工事士が自分の家を、えー、電気を引き込みたいっていう場合はやってくれるんですよ。<laughs> で今回ね、えー、松野さん僕の師匠の松野さんが自分,自分の家に 動力を引き込みたいということで、まあ、一緒にやりましょうってなったんですねでちなみに松野さん電気工事士持ってますんでねで電気を引き込むまでの流れなんですけども、まあ、昔は紙の申請書で申し込みしてたんですけども、まあ、現在はねインターネットからしか申し込みを受け付けてないそうなんですよだからパソコンがないと申請できないんですね まあ松本さん結構パソコンえまあ使えるっちゃ使えるんだけどももうちょっと細かいところってなると操作は難しいんで僕が代わりにそのパソコンの操作はやりましたね。で引き込み申請は東京電力の子会社に申し込むんですよ。僕てっきりね東京電力に連絡すれば受け付けてくれると思ったら東京電力はやってないの。東京電力の子会社が受け付けててその子会社っていうのも2つあるんですね。 申請する子会社は2つあって、それぞれ下記の役割で、えー、分かれているとで、東京電力エナジーパートナーって子会社がまずあります。で、そこでは電気の小売をする部門でで、ここで契約情報の入力をするんですよ。で、契約情報っていうのは、えー、引き込み工事をする住所とか、えー、電気の種類ですね。まあ、動力、炭素3線式などを入力します。 でもう一つの子会社東京電力パワーグリッドなんですけどもこちらは電気の配送事業をやってるわけですねでこちらに設備情報を入力すするんですよで設備情報っていうのは電信柱の番号とか電柱からの受電点の距離とかまあ実際に接続工事をする時に必要な設備の情報をこちらで入力するっていうね ままそういうい感じになってますでまあざっくりとした、えー、流れこんな感じですね1番から8番までぶーっと書いたんですけども過剰、まあ、書きすると結構簡単そうに見えるけども実際、えー、やってみたら結構ね途中で何回もつ,つまずいたんですよ。でその都度そのオペレーターに電話をかけてでどうやるんですかっつっても結構根気のいる作業でしたね。でまあ もうちょっと、えー、具体的なやつっていうのを、まあ、次の章でやっていくんですけども、まあ、まず一番最初に工事店番号を取得しなきゃいけないとそもそも工事店番号を持っていないと、えー、申請できないんでまずは発行してもらわなきゃいけないとでその発行は東京電力パワーグリッドでやってくれますでどこに電話連絡するかっていうと管轄の営業所に電話する、まあ、ここだと九十九里エリアなんで 成田支店が管轄なんで成田支店に電話しましたで、えー、電気工事店ではないんですけども第二種電気工事の資格を持っていて自分の家に電気を引き込みたいので工事店番号を発行してくださいって言ったんですね。そしたら電話先の人が「あの電話してるあなたが、えー、申請するんですか?」って聞いてきたんであの僕ではないです。あの僕のの知り合いい松野さんという方が、えー 今回やりたいんですけども、松野さんはパソコンとか使えないんで、僕がパソコンの操作とかや,やって、 えやりますちなみに松野さんは電気工事士の資格を持ってますって言ったら「えちょっと待ってください」「えっと松野さんが電気工事士の資格を持ってるのは分かったんですけども松野さんご自身でやってもらわなきゃいけないんですよ」「あなた何なんですか?」って言われて私も松野さんの友達で電気工事士の資格を持っていてパソコンの操作もできるので松野さんパソコン使えないと思うんで私が間に立ってあの操作してや,ったやろうと思うんですけどどうですか?」って聞いたら「 あの、松野さん自身がやってもらわなきゃダメなんですけども、あなたがもしパソコンの操作をするなら、あなたがパソコンの操作をするんじゃなくて、松野さんにパソコンの操作を教えながら、松野さんのご自身の手でやってもらわなきゃダメなんですけどって言われて <laughs>、めんどくせえと思って。 であ分かりました僕が松野さんにパソコンの操作方法を教えて僕はキーボードを一切触らずに松野さんにパソコンの操作をやってもらって僕はコートで指示するだけでやってもらうのでそれで「いいですか電気工事店番号発行してください」って言って「はい分かりました」っつって発行してもらったんですけどもその時点でもう僕発狂しそうでしたねはいでまあこういうちょっと文字に書いてるような流れでまあ後日メールで 電気工事店番号を発行ししてもらいましたで、次にやることは、パワーグリッドのユーザー ID を取得します。で、まあ、これもね、えー、この書いてる通りにやれば、まあ、えー、ID を発行してくれますね。で、次に、えー、僕はね、この時点、今、今この時点で、電気工事店番号と、 えー、パワーグリッドのユーザー ID この2つを取得したからこの時点で僕はねもう電気,電気申請ができるって思ったんですねで早速このエナジーパートナーのホームページに行ってで、えー、パワーグリッドで取得した ID を入力してログインしようとしたんですねそしたら弾かれるわけですよあれっしさっき ID 取得したのになんで弾かれるんだろうま,まだあれなのかなって 正式登録されてないのかなとかいろいろやってみても全然ダメだったんでオペレーターに電話したんですよ。でこの時点で僕はねあの実際に、えー、申請するのはパワーグリッドっていう会社とエナジーパートナーっていう会社2つあってその2つの会社で申請しなきゃいけないと。 あなたが多分入力したのはパワーグリッドの ID でして、エナジーパートナーに、えー、入力するためにエナジーパートナーの ID を別途取得してもらわないで困りますって言われて。俺はこの時点であの会社が2つあるってことに気づいて。で、まあ仕方ないのでね、えー、まずエナジーパートナーの ID を取得しました。で エナナジーパートナーパトの取得方法この書いてる通りにエナジーパートナーの ID を取得してでこれでようやくエナジーパートナーの、えー、電気工事コーナーっていう、ね、申請フォームがあるんだけどここにログインできるようになりましたで、まあ、ここに契約書情報を入力するわけですねあのその工事したい場所の住所とかあとは 電気の種類たんこ,この場合はあの僕動力ですね3層3線式でお願いしますって言ってやってで無事にエナジーパートナーに登録が終わりましたそしたら今度はエナジーパートナーの登録情報がパワーグリッドの方に行くわけですねで今度パワーグリッドの方からエナジーパートナーさんから情報を受けたので今度はパワーグリッドの方で 工事場所の詳細情報を入力してくださいって言われるんで、パワーグリッドの ID で、今度はパワーグリッドの入力フォームから、えー、入れますと。で、まあ、えっ、ー、と、実際ね、この、 パワーグリッドの入力にしても、エナジーパートナーの入力にしても、初見じゃ絶対わかんないから、オペレーターに電話をつなぎながら、一つ一つ、この項目はどういう意味ですかこの項目はどういう意味ですかこの操作はどうやるんですかって、細かく聞きながらじゃないと、絶対初見だとできないので、もう電話必須ですね。で、パワーグリッドに設備情報を入力しました。で、無事に受理されたら、 次はね、えー、メーター板とか、まあそういう、受電できる、受電工事をするわけですね。これはね、えー、僕と松野さん2人で工事しました。で、こ,こんな感じでメーター板取り付けて、で、周回兵器取り付けて、モーターブレーカー取り付けて、そのモーターブレーカーに深層コンデンサーっていう力率改善は取り付けて、で、そこに、もう、負荷。今回のこの負荷は、えー、コンプレッサーですね。これでやりました。で、この工事が、えー、終わったら、 えーき込みえー、この工事が終わったら、えー、パワーグリッドのウェブ申し込みシステムから落成連絡っていうのをしますね。落成連絡っていうのが、この受電できる工事が終わりましたよっていう連絡の意味なのね。だから落成連絡っていうのをして、で、不備がなかったら、 東京電力の委託業者が引き込み工事をしてくれて電気が無事に使えるようになりますというまあこういう流れでしたけどもまあ大変だったね本当に何回オペレーターに電話かけたことがであの最初さ あのパワーグリッドに電話かけた時にあの、ま、松野さんにパソコンの操作を教えてくださいあなたキーボード触らないでください」みたいに言われたんだけどささすがにそれ最初やってたんだけど無理でもう俺自キーボードあの自分で操作しちゃいましたねはいもうそこはもうちょっとなんでそんな厳密にこだわるの別に操作するの俺でもいいじゃんって思ったんだけどもだからねいろんな意味で大変だったねはい まあ、とりあえずこんな流れで工事したんですけども一応このねメーター版の取り付けとかの工事動画に撮ってるんで、まあ、そちらをちょっと見てもらおうかなと思います、えー、今回の工事なんですけども、えー、動力を申請しましたで動力っていうのは、まあ、ざっくり言うと業務用の電源ですね普通の家庭用の電源と比べて結構強力なモーターとか動かすことができます設置する場所なんですけども 割と雨ざらしな場所に設置するので、その動力の盤、えー、ですね、えー、それをね、守るためにウォールボックスの中に設置しようと思います。で今、そのウォールボックスを設置しているとこですね。えー、そしたら、動力板を作っていきます。で、今設置しているのが、周回兵器と呼ばれるものですね。す、ま、べ、あ、ての大元のスイッチみたいなものです。 で今回契約したのが、えー、動力の週改兵器契約と呼ばれる契約をしました。でその週改兵器契約の中で、確か 1kW で契約したのかな、まあちょ。ちょっとうろ覚えで <laughs> 覚えてないんだけども、確かそうだったと思います。で、まあ、その契約だと、えー、どういう開兵器をつければいいかっていうのは、 もうエナジーパートナーの確かオペレーターーーータのの人が全部教えてくれたと思いますあのエナジーパートナジパトインターネットの入力フォームでその話をオペレーターの人に話を聞きながらいろいろ入力していくんですけども,もうそ,その時にもう分かんないことを全部聞きながらなんなら <coughs> 電気工事士なら分かって当たり前であろうこういうさ開閉機の容量なんかも <laughs> なんか全部教えてくれたんでねまあ良かったですね。 今取り付けているものがモーターブレーカーと呼ばれるものでモーターの電源を入りきりしたりあとはモーターにね異常に電流が流れた時とかなんかにも安全のためにブレーカーが落ちますねこのモーターブレーカーっていうのはその機器の説明書にね例えばこの機器にはこれぐらいの容量のモーターブレーカーをつけてくださいとかって書いてるんで本来はねその説明書に従ってつければいいんですけども 今回設置するねエアーコンプレッサーがもう説明書がない古いものだったんで、えー、確かに松野さんの経験で選んだったっけかなそれともあのエナジーパートナーのオペレーターの人に聞いたんだっけかなちょっと忘れたんだけどもま、まあ、なんとかしてその危機器にあったモーターブレーカーをつけてたと思います。 今設置しているのが深層コンデンサーというものでこいつをねモーターブレーカーの2次側に並列接続することによって効率よく電気をモーターに送ることができるんですよだから電気代がちょっと安くなるんですねだからこいつはね取り付けた方がいいと思いますで今回の工事の全体像なんですけども、まあ、こんな感じになってますでさっっきこの動力板を作ったんですけども で次にやるのはねこちらですねポールで受電してで動力版まで持っていこうと思うんですけどもこのポールがねこの敷地に最初から立ててあったんですよだからこの最初からあったポールを使ってちょっと作っていこうと思いますでまあメーター版をポールに取り付けてでその下にブレーカーを取り付けてでこのブレーカーっていうのはボックスの中に入れてね濡れないようにしました で、こう赤いのが電線ね。この赤い電線をずーっと下ろしてきて、メーター盤の1次側。で、2次側からまた電線を持ってきて、次にブレーカーの1次側につける。で、ブレーカーの2次側にまた電線つけて、ずーっと、今度地下埋設で動力盤まで持ってって、そしたらね、あとはその動力盤を負荷につなげて、あとアースをやれば OK ということですね。ちなみに、 このねメーター板の下についてるブレーカーは、えー、電線を地下埋設するから何、まあ、かあった時のためにブレーカーつけとけば、まあ、例えば、えー、これで掘削作業しててで間違って電線をガリッとやっちゃった時にブレーカーがバチンとこれ動作するから安全だよねっていう意味での、えー、ブレーカーをつけましたでこちらは、えー、メーター板の下につけるブレーカーなんですけども 余ってる、ね、ボックスを使ってブレーカーをやったんだけどもボックスが小さすぎてねちょっと作業性が悪かったですねこれは蹴散らずにねもうちょっと大きなサイズをね買った方が良かったかもしれませんねえそしたらポールにブレーカーを設置していきますあのボックスにねステンバンドを通す穴があったんで、まあ、ステンバンドで固定しましたえ次にメーター板を固定していくんですけども、まあ、これで失敗したのが このメーター板ってバンド通し穴がなかったんでバンドで止められなかったんですねだから別途そのバンドで止められるアタッチメントみたいなのを買って取り付けたので無駄な出費になったんですよだからステンバンドでメーターを固定したい場合はちゃんとバンド通し穴があるタイプのものを買った方がいいですね地下埋設するための穴を掘っていきます えー、そしたら電線を PF 管に入れていきます。そしたら、電線が入った PF 管を、えー、穴に入れてでちょうどいい長さのところで PF 管を切っていきますそしたらブレーカーの入っているボックスと PF 管をつなげます、えー、PF 管とポールをステンバンドで固定しました えー、そしたら電線に丸型圧着端子をつけてでブレーカーカと接続していきますでこの時もねブレーカーのボックスが狭すぎて作業がしづらかったんですよね。やっぱり作業性のことを考えたら大きめの箱にしないとダメですね。 動力板もさっきと同じ要領で端子接続してブレーカーに接続していくんですけどもま接続する前にねこういう風にテープ巻きをするんですよこれエフコテープって言って紫外線に強いテープなんですけどもまこのテープを巻かないと結構今使ってる CV 線と呼ばれるね配線は紫外線に弱いんでボロボロになると言われてるんですよ一応ねボックスの中なんでそんなに紫外線は当たらないと思うんですけども念のために エフコテープを巻いておきましたしえ、そしたらポールの方にも配線していきますで、このポールっていうのは単層三線式の,あの経由ポールになってるんですねあの外にあるまあ、道路にある電柱からまずこの敷地内のこのポールに、えー、電線が来てますで、このポールを経由して今度家の方に、えー、単層三線式の 電線が行ってるわけですねだから軽油ポールとして建てられたポールなんだけどもなんか普通に今回の動力の充電でもこのポール使えば結構効率よく工事できそうだなと思って、まあ、この動力の充電としても使おうと思います。でこんな感じで GoPro もつけてたんでね 手元作業なんかも映せてたんですけども、まあ、この日はねものすごい暑さですぐにね GoPro が停止してしまったんですよだから手元の絵はねあんまり撮れてなかったです、まあ、最初にテープで電線を仮止めしてでずり落ちないようにしてからステンバンドで電柱に止めていった感じの作業でしたねえそしたら負荷と動力板を接続して完成ですね あ,ちょっとあと忘れてたんですけども、アースの接続もしました、スコップでね、深い穴を掘って、その中にアース棒を埋めて、でこのコンプレッサーと接続したという感じですね。これでね、あとは電気が開通するのを待つだけだと思ってたんですけども、ちょっと我々の工事に不備があったんですよ。この受電するためのポールなんですけども、これは東京電力の持ち物ですよって言われたんですね。 もしポールで充電したかったら自分たちで自前でポールを用意してそちらでやってくださいって言われたんですよだから今ね慌ててあのせっかく工事したのを全部バラしてますでこちらがね新しく自分たちで用意したポールです、まあ、松野さんがね知り合いのつてでタダでもらってきたポールなんですけども、まあ、こちらのポールにね新しく配線してます 1>, 1メートル40センチぐらい掘って、水が出てきた。で、まあ、ポールの穴を掘ったんですけども、まあ、ここら辺は海が近いんでね、すぐに水が出てくるんですよね。で、まあ、その掘った穴に今からポールを入れます。えー、そしたらね、メーター板とか、まあ、ブレーカーのボックスとか、まあ、そういうのをもろもろ新しく設置したポールに取り付けます。 やり直しの工事が終わりましたえそしたらインターネットから落成連絡というのをします、まあ、落成連絡っていうのはえ向こうに工事が終わりましたよという連絡ですねでそれで何も不備がなければ、えー、電気が接続されてで使えるようになるということですねはい ここにコンプレッサーがあると、はい、接続済み。あとは東京電力が電気をつなげてくれるのを待つだけです。え、無事に工事が終わりました。こんな感じでね、電線も接続してくれて、であの黄色いシール貼ってるの見えるかな？あの黄色いシールが責任分岐点で、シールから向こうが東京電力の 責任でシールからこちら側が、えー、うちの責任ということになりますね。でこんな感じで、えー、メーターも取り付けてくれてでこれで動力が使えますね。